カオルです。こんにちは。今日はお友達のご夫婦と一緒に美味しい焼肉屋さんに行ってきます。沼田の焼肉ジュジュに着きました。これからねお肉たくさん食べます焼肉ジュジュさんのお店の中です。なんかとっても素敵なお店らしいんですけど、どんな感じ？お子さん。はい、カウンターがあって、そしてすごく美味しそうな日本酒がたくさんあって、あとはですねこのようにテーブル席と、あと奥にあのお座敷もある、とても素敵なお店です。もう今日いっぱい食べたい、はい、いっぱい食べます。今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい牛タンです。厚切りです。こんなに厚切りの牛タンはちょっと群馬県では見られません。楽しい。キムチもかなり美味しいですね。はい、じゃあちょっと今日ビールね、はい、あの何ヶ月ぶりなんですよ、はい、今カール先生撮ってますからね、うん、ずっとね最近ビール飲まないで、うん、ワインと日本酒ばっかりだったんだけど、うん、久しぶりだからすごく美味しい。そうなんです。いや、じゃないんだけど、そのほら、カトリが運気が上がると、上がるっていうんで。これ以上運を上げる。タロさん、日本酒飲まないんですか？あんまりはね。あ、そうですか。血糖値高いから。あ、日本酒が一番美味しいじゃないですか。いやいや、そうなんですよ。いや、みんなそうですよ。わあ、焼けた、このタン、すごい。牛タン。そう、牛タン。厚切り。うん、行きました。行きました。柔らかい、うん、すごい柔らかくて美味しい、ね、すごい幸せそうな顔、うん、ちょっと、はい、上軟骨です。はい、ここしかないお肉だ。そうですね、うん、上軟 骨行ってみます。 ありがとうございます。はい、うん、同じ メガです。すごいコリ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 、食感楽しむ感じ、うん、すごい。トリセセリです。トリセセリ、初めて食べる。そう横長で、あ、横長、はい、横長で、うん、でも一口で1個 OK、うん、いけた、はい、いけた、はい、これもなかなかない食感で、他のお店ではあんまりないね。うん、鶏せせり。なんか皮みたい、うんうん。でもなんか柔らかくて、うん、ね、すごい美味しい。なんか皮が肉厚になったって感じ。うん、美味しい。ね。うん、なんか人も気づいたりとか。すごい。これハラミね。ハラミで。食べてますか、ハラミ？ハラミ。食べてます。はい。うん、お肉がね、みんな柔らかい。うん、美味しい。うん、はい、人生で一番好きなカルビです。はい、ホルモンです。これホルモンです。ホルモン美味しそうです。私ね、ホルモンも好きなんですよ。あ、本当？うん、なんか柔らかくてね、すごい美味しそう、うん、美味しい、このホルモン。美味しい、ほんと。やっぱりホルモンの美味しい焼肉屋さんって本当に美味しいって感じだよね。うん、やっぱりね。タレも美味しい。ね、しい、うん、タレもね、うん、美味しい。お肉これであれも、はい、たくさんいただきました。うん、あの、はい、本当にね、沼田のジュジュは最高です。最高です。皆さん来てください。はい、ありがとうございます。美味しかったです。